こんにちは。向田邦子作、銀行の前に犬がの2回目をお送りします。先輩作家のエッチ氏が帰りに私をお茶に誘ってくださった。電通横の小さな店であった。改めて聞くけど、 君は自分が今話したような事件が実際に起こると思っているのもともと自信がなかったところへ持ってきて、エッチ氏の思いやりにあふれた声は私をいっぺんにへなへなにしてしまった。いいえ。そうだろうというように、エッチ氏は大きくうなずいた。 ドラマで一番大事なのはリアリアティだよ。冷たいコーヒーを手に死は妹に対するように優しく悟された人と違ったことを考えようとする意欲はいいしかし今みたいな筋を考えているうちはプロにはなれないね夏の盛りであった。 クーラーのない店内は蒸し暑く、窓もドアも開け放した調理場奥の路地で、暇なボーイたちがフラフープをしているのが見えた。私は才能がないのだ。くるくる回る赤や青のプラスチックの大きな輪を見るともなく見ているといきなり、ちょっと、とウェトレスから声をかけられた。 ひどく背が低いのに髪を膨らませた形にして短いスカートからスリップがのぞいている彼女は私の着ているワンピースを触りながら「この布地はどこで買ったか教えてほしい」というのである「当時の私はゆとりもなかったこともあり着るものはすべて手製であった。 グリーンの字に黄色い水玉のリップル字は道玄坂の用品店で 1R300 円で買った品だった。安物だが見栄えのする柄でその日はおろしてすぐだったが人にもお世辞を言われ気をよくしていた服だった。やっぱりよく見えるのだ。同じものを作りたいと思っているのだわ。と内心得意になり、 少しほっとした気持ちも手伝ってメモを出し地図を書きかけたところが彼女はこれと同じ布地を浅草で買ってカーテンを作ったのだが間違えて足りなくなってしまった買いに行ったら売り切れなので困っているというのであるなんだカーテンか 腐りながら地図を描く私の横で、エッチ氏は笑いを噛み殺しておられた。私はもう一つ傷つき、取り乱したのかコーヒーをこぼして、服にシみを作ってしまった。その夜帰って服を洗い、夜干ししたのだが、朝起きて雨戸を開けて、私は、あっと叫んでしまった。 乾いいたワンピースのの柄が変わっているのである。であグリーンに黄色の水玉の下から濃い紺の島が現れている安いのも道理で売れ残った去年の布地を染め返して叩き打っていたのである呆然と立っている私の後ろで妹たちが転げ回って笑っているそれは 昨日からの「私を笑う声に聞こえた。私はダイヤル110番の集まりに行くことをやめラジオに方向転換をした」「ディスクジョッキーの番組構成をしたこともある」「週刊誌のライターをしたり婦人雑誌に雑文を書いたり回り道をしたことも手伝って再びテレビからお呼びがかかったのは これから10年後であった今日はここまでといたしますありがとうございました